皆様お疲れ様です。パーソナリティのかすみです。中国では多くの人々が自国の歴史に誇りを持っています。このような背景から他国の歴史教科書でどのように中国が描かれているか、また中国に関する記述がどのようなものかについて関心を持つ中国人も多いと言われています。今回は中国メディアが報じた歴史の教科書についての記事を紹介しながら、歴史観に関する反応を見ていきたいと思います。中国のポータルサイトネットイースは、日本、アメリカ、英国の歴史教科書における中国の古代史の扱いを比較する記事を掲載しました。まず日本の教科書における中国古代史の記述は複数の出版社が制作しているものの、どれも謙虚な態度で記載されており、古代中国へのリスペクトが感じられると紹介。漢王朝や唐王朝に対する評価が高く、紙、印刷、羅針盤、火薬といった中国の四大発明についても詳細に説明されている。また先進的な制度や文化を中国から学んだことも明確に言及していると紹介していました。一方、英国の歴史教科書における古代中国史の記述は日本の謙虚さと比較して尊大であると指摘。英国が長い間中国と密接な関係にあったことは周知の事実でありながら、現在の英国の教科書ではそれを認めていません。さらにアジア全体の発展に対する貢献を強調するため、中国の歴史に関する記述が簡略化されていると評しています。最後に、米国の歴史教科書においては日本や英国の教科書と比較して興味を引く内容となっており、中国の歴史が重要視されていることがうかがえる。一部の教科書では中国の歴史に多くのページが割かれ、古代中国の政治制度についても客観的かつ公正な評価がなされていると述べられていました。また中国メディアのカイズーシーも、日韓の教科書では中国がどのように描かれているのかと題する記事を掲載していましたので、そちらも紹介いたします。こちらの記事も日本の教科書について、どの出版社の教科書でも古代中国の歴史は非常に高く評価されていると紹介。万里の長城や漢王朝、唐王朝の繁栄、印刷技術の発明など詳細で客観的な説明がされていることを好意的に伝えています。しかしながら、記事は近代中国の描写には軽蔑が感じられると主張。新王朝から中華民国期に移行すると表現が大きく変わり、混乱、腐敗、軟弱といった言葉が目立つと指摘。第二次世界大戦に関しては日本が被害者であるかのような扱いで、南京事件などはほんの触れ込み程度であると不満げに説明しています。それでは英国の教科書はどうかというと、こちらの記事でも正確な歴史が記述されていないと激しく批判しており、中国人の歴史認識と大きく異なる部分があると主張。そして結論として、日本は古代中国は評価しているが近代中国を見下しており、英国は正しい歴史を教えていないと締めくくっています。記事からは、近代中国は日本からも英国からもバカにされているという怒りよりもひがみに近い感情が伝わってくる内容となっていました。日韓の歴史教科書についての話題は中国のネット掲示板で議論されており、中国人ネットユーザーから様々な声が寄せられていましたので、一部紹介いたします。中国の反応。中国は、どうして英国じゃなくて日本の歴史教科書を批判するんだ、英国の歴史歪曲は東北に対する領土に野心があるからに他ならない、今後も捨ておけばいずれベトナムみたいに領土紛争の禍根になるよ。英国がどんな歴史を学んでいるか知るとめまいがしてくるぞ。第二次世界大戦も彼らのゲリラ隊が日本を打ち負かしたように学んでいる。
渓谷と日本を比べるのは失礼だと思う。歴史的恨みを差し置けば、日本人は渓谷人より何倍も偉大だ。中国人は絶対日本を友達にすべきだよ。日本は明朝が滅んだ後、自分が正当な中華の継承者だと思っている。だから清朝に対してより深い恨みがあった。確かに日本に対して好感はないけど、日本は中国の相手になり得る。少なくとも近代の日本は東アジアで長い間実力を示してきた。でも渓谷人はマジで何を言っていいのかわからない。どこの歴史教科書であれ、中国のことは必ず書かれている。でも渓谷の歴史が書かれている教科書はどれだけある？渓谷はコンプレックスだらけの子供だよ。自信がないから嘘ばかりつく。日本は確かに悪いことは軽く触れているだけだが、それは極めて正常なこと。本来は書かないこともできる。すべてを白状して民心を動揺させてはダメだ。認めてるだけでも俺は素晴らしいことだと思うよ。目障りな渓谷よりはるかにいい。続いて日本人の反応もいくつかご紹介いたします。中国の歴史は過去を追跡発掘するのではなく、トップの権威を増すために現在から過去へ舗装する歴史だから、現実と政治の両方で大地震が起きない限り過去の真実が掘り返されることはない。見方を変えれば、日本が素晴らしすぎて歴史教科書を捏造してまで国民を騙す。その結果、真実は日本にだけ継承された。中国人のお言葉、正直な敵の方が嘘つきな友達よりはるかにマシだと思う。これ真理だよね。文化の伝来を上下関係に結びつける中国の思想、大元の中国が自尊心からそういう思想を持つのは自然だが、その思想を力で無理やり受け入れた渓谷はプライドがズタズタだ。日本はこうならないで本当によかったわ。日本人は中国から多くを学びました。でもそれは中華人民共和国ではありません。中国は近代史について日本の教科書に不満を持っているようでしたね。近代中国の歴史については他の国でも中国が思い描いている内容になっていないと思いますけどね。歴史を書き換えて自分の国を神格化してしまい、都合の悪い出来事はなかったことにしていては真実が伝わらないので、中国や渓谷とは議論のしようがないでしょうね。スタンフォード大学の調査結果、少し古いですが、2010年にスタンフォード大学の学者が雑誌サピオに論文、日米中韓タイの比較研究で分かった一番公正な歴史教科書は日本を寄稿しています。その研究によれば、日本の教科書は戦争を賛美せず最も抑制的であり、愛国主義を煽る要素が最も少ないとされました。また日本の中国侵略に関する記述は事実をそのまま伝えており、感情的な要素がないと指摘されています。渓谷の教科書はナショナルアイデンティティ形成に強く焦点を当てており、自国に関する記述が詳細ですが、中国での戦争に関する記述は希薄とされていると評価。驚愕した一つの例として、主要な渓谷の教科書には広島、長崎の原爆投下の記述がないことを挙げており、それほどまでに彼らは自己中心的にしか歴史を見ていないと評していました。そして中国の教科書はプロパガンダ的で政治化されており、共産党のイデオロギーが強く反映されていると指摘されていました。また中国人の愛国心を煽るような記述が多いとされています。また太平洋戦争に関してほとんど記述がなく、広島長崎の原爆投下もほとんど言及していません。その一方で日本との戦いに関しては強調しており、南京事件などをより詳細に記述するなど、日本軍による残虐行為もより強調されている。これらは
中国人のナショナリズムを煽っていると論じていました。一方、台湾の教科書は国民党支配下で書かれた古い教科書では中国王朝の歴史だけを学んでいたが、新しい教科書へと変化し、台湾自身の歴史が教えられるようになっています。台湾という国家の視点によって書かれ、台湾それ自身の歴史を教えることになり、新しい教科書では日中戦争の強調は抑えられ、南京事件なども大幅に削っていると論じています。台湾の日本による植民地時代の論点は当時の日本の政治状況と関連付けて述べられており、日本の悪行を書いてはいるが、かなり正確な分析と評価していました。そして最後に、米国の教科書は第二次世界大戦について、アジアよりもヨーロッパでの戦争の方により焦点が当たっているとし、ニュルンベルク裁判についてはたくさんの記述があるが、東京裁判については大変少ないなどと論じられていました。歴史は完全に分かっていないことも多々あるので、国によって多少の違いはあって当然でしょう。しかし、歴史は日本ではヒストリー、中国ではプロパガンダ、渓谷ではファンタジーであるという話もあります。意図的に正確な記録を記さずに、自分たちにとって都合の良い内容に作り上げることは許されることではありません。過ちも含め、真実の過去を受け止めることができるからこそ未来につながるのだと思います。いかがだったでしょうか。よければコメントで感想を教えていただけると嬉しいです。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。